ついに登場したというか帰ってきたホンダ NSX がアンベールされた時にたくさんの人々からもう割れるような拍手が出ましたね。やはりこう多くの人たちがホンダに対する期待というのが非常に、熱いものがあったわけです。この NSX は、実は、新しい、伊藤社長が、V10 のスーパーカーを開発してたプロジェクトをやめさせて、この、もう少しエココンシャスな V6 エンジンとハイブリッドを使った NSX に、スポーツカーの路線を急遽切り替えて登場したわけですね。実際にプレゼンテーションは伊藤社長が行いましたけども、伊藤さんは実は20年前のホンダ NSX アルミボディのそのボディの設計エンジニアであったんですね。ですからあえてこの車に NSX という名前を付けた意味は非常に大きくて、20年前の車がアルミボディで、これが出てくるあと数年先、20数年先にスティールボディで出てくるわけにいかないわけですね。ですからある意味で研究所に対しては、アルミあるいはそれ以上の軽量化をしろという非常に厳しい条件を、社長が突きつけた、そういうふうにいい意味で捉えてます。実際にエンジンは V6 エンジンが、リアに搭載されますけども、トランスミッションは7速 DCT ツインクラッチですね。これにワンモーターのシステムが入りますから、いわゆるそこだけで見れば、ワンモータータイプのハイブリッドのミッドシップになりますけども、フロントに左右独立して電気モーターを20キロワットの電気モーターを置いてます。この電気モーターによって、ミッドシップの基本性能で限界性能を高くしますけども、最後のところは電気モーターで左右輪にトルク差、タイヤの回転差を回転トルク差をつけて操縦性アンダーオーバーを自在にコントロールする。つまりこれはですね、完全にポルシェ918と同じアーキテクチャ考え方なんですね。ですからこれを見た時に鳥肌が立つ思いをしたのは、実際のエンジンの加速性能以上にものすごくコーナリング性能が高いスーパーハンドリングカーになるのではないかなと。ホンダは SHAWD という技術をずっとレジェンドから市販してきてますけども、それが電気に変わったわけですね。ですから ESHAWD というふうに言い換えることができると思いますけども、ボディの素材はまだ決定されてませんが、条件は軽量化を果たすこと、モーターが結果的に3つも乗ります。リチウムイオンの電池もおそらく乗るでしょう。その重量を考えたら100キロ以上の軽量化をオリジナルの NSX に対して行わないと帳尻が合わないわけですね。ですからいろんなことが考えられます。アルミボディ、カーボン、樹脂、そういった素材を適材適所でホンダがどのようにお料理するのか、最近はメルセデス・ベンツも SL がアルミで出てきました。アウディはアルミの先駆者のように思われてますけども、実はホンダは1990年にアルミボディを作り、2000年にインサイトでアルミボディの2世代目を作ってますから、アルミボディこそホンダだっていうふうにおそらく世界を納得させるボディを作り上げるのではないかなというふうに期待してますね。実際の量産がこのアメリカのオハイオの工場で行われてますので、アキュラブランドで、世界に、このアメリカから輸出されるわけですけども、日本にはアキュラがありませんから、ホンダブランドとしてメイドイン USA の NSX が来る。円高だからそれもいいのかなという気がします。